名護市辺野古の埋め立てに本島南部の土砂が使用される計画をめぐり、昨日東京で遺骨収集ボランティアの具志堅隆松さんらが主催した防衛省との意見交換会が開かれました。一枚だけ読み上げます。遺骨が見つかれば祖父母のもとに返してあげたいです。まだ戦没者遺骨がいっぱい眠っている南部の土を辺野古の埋め立てに使うなんてもってのほかです。具志堅さんはこれまでに集めた遺族の声を代読し、防衛省の計画撤回を求める3322人の署名を提出しました。遺骨が混じった土地をまだ戦争のためのね基準に作られるなんてことっても悔しいです。絶対そんなことしてほしくないと思います。防衛省は工事の実施段階で決まるため現時点では確定していないとして、遺族などから意見を求めることはしないとしています。